半表表は中国三島省陳賃倒し出身の女優。身長168センチメートル、体重52キログラム。三島省陳賃倒しに生まれ、三東省育ちのため三東方言を話すことができる。テレビのトーク番組で恥ずかしがりながら賃倒方言を披露したことがある。弟は中国のアイドルグループ9%のス進む進む。 上海市販大学付属の社進ススカ影氏、芸術学院を経て、上海技劇学院を卒業。映画やテレビドラマへの出演などで女優として活動。テレビドラマ、カンタマ姫プリンセスの作り方への出演をきっかけに一躍有名となった。以後数多くのテレビドラマに出演、近年では映画への出演も増えている。また、松下電器など CM 出演も多い。 2005年にアルバム5号開始を発売し歌手デビューを果たした日中合作映画僕をサムに出演2007年の日本公開時にはプロモーションで来日し日本でも知名度が上昇した同年新中きで金馬進む最優秀女演女優賞を受賞また個人事務所である氷氷影市伝中田自由講師を設立同時に 演劇学校も設立し校長となるが、多忙のため実質的には、彼女の両親が運営に当たっている。2008年には、初制作ドラマ、演じゆきが放映され、続く、少女不足展も放映された。また、ジャッキー・チェンの映画会社であるジャス・ムービーズなど3社が、共同出資したタレント事務所、広しおさ英流演芸狂気有限講師との、業務提携を発表した。 2016年、私は、ハンキンレンじゃないで、第64回参セバスチャン国際映画祭、シルバー・シェル賞を受賞。2017年9月、資産総額10億元以上を持つ北京出身の俳優、ディア・シタとの婚約を発表したが、2019年7月に、婚約を解消したことを明らかにした。2018年5月末、中国中央テレビの元アナウンサー、 蔡久し元が SNS で藩の二重契約問題と巨額な脱税疑惑を暴露したため中華人民共和国の税務当局が調査に乗り出した。これを受け同年6月27日に中国共産党中央宣伝部など5つの中国共産党政府機関は連名で映画やテレビに出演する俳優の報酬を制作費の40%に 制限するという規定を発表した。これにより、彼女が出演しているエアストライクは中国国内では上映中止となった。同年9月中旬には脱税疑惑が発覚して以降、藩が長期間にわたって消息不明になっていると報じられた。その後、追徴課税や罰金などで合計8億8000万元の支払いを命じられたことが10月3日に報じられ、 藩は同日に新郎美白を更新して謝罪。10月15日、北京首都国際空港にて約4ヶ月ぶりに、公の場に姿を現した。ありがとうございます。